何のテストですか？今日 HDR と HDR とフィルターと、はい、フィルターと調整でいけるように。 HDR はもともと3曲使わなあかんけど、タイマー使われへんねんな。タイマー使われへんから携帯連携やね。ええとこや、うん、ここちょうどあの昨日光る辺を撮るんやったら言うことない、うん、あの光の当たる角度がなちょうど横になってる方がいいけど、もうちょっと向こう行こうか。横、太陽どっち、後ろやろ、こっち向いて、あ、光ってるやってると、あれ撮れると思うやとかな。まずは普通の写真で撮ってみてから、その写真で撮ってみてから行こうかな。あの葉っぱ、うん、その葉っぱ合わせて、大きいやつ。これこっちからやから、こっちからこっち向きやね、どっちかと。ほら太陽からこう来て90度、この辺ちゃうか、こっちからの方がいいんちゃうか。こっちからやったら黒い 木が映るから、うん、こう、そうやね、あの葉っぱは光ってるからね。まあ、とりあえずこの根気の下と合わせて撮ってみ、ほんなら、HDR 入れるとその木の下まで明るく映るはずです、ね、とりあえず木の下が入るようにして、太い木の右の、うん、うん、そうだね、うん、見た目でもきっちり合わせた方がいいよ。緑の線じゃなくて見た目で合わせた方がいいと思うけどな。F2.8、うん、せっかくやから2秒タイム下やでしょ、入れてみる。え、あのあれで普通で撮るのに、うん、押すときにね、せっかくやから3曲組まれてるから、うん、だから640の F2.8、 これプラス1になってるけどね。プラス1、あの明るいぞ。まず0からいったらどうや。プラス1は勝手になってるんじゃん、これなれへんなれへん。プラス1は自分で選ばな、そこはなんぼええでも。これでは0ね、うん、あ、でも0にしたら1250になったよ、うん、普通で1枚撮ってみます。あの、あれはヒストグラムだし、白飛び若干、まあ、ちょっと落としたんちゃう。プラスマイナスマイナス 0.7。 こうやってみる、やったら1600になる。よし、いきます。あ、それでな、それで一回この今点になってたある緑色のあれを全部にしてみる。ここ風景やから回すやろ、カチ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 って回すやろ。 OKOK、 次はあの HDR でしょ。HDR にするのは、P に合わせて、はい、下を押したら HDR。 スマートフォン接続やってみましょう。映ってんか、つながった、つながった。あ、出た、キレキレ。オードになってる。何の音？これ今こっちでは HDR 選んでるから HDR。SCM、SC 何やったっけ？N やけど、HDR。はい、行きます、うん。はい。今これちょっと、はい、はい、まだくるくる回ってます。おお、いけたいけた。多分撮れた映像は違うって書いてたけどね。うん。行け行け。はい。じゃあ。フィルターつけてみましょうか。入る方、うん、つけろ。これをつけてミニマムにして、うん、外だけな、 CPU だけ回さなきゃ。動画にして、うん、で普通の A モードにしたらいいんちゃうか。動画にして A モードって何？そのままよ、そのままでとりあえず、はい、軽くシャッターを押して、で、あの光ってんのを見てチェックしてみる。この辺やっぱり光ってるよね、うん、手前に。この辺はそのままでこれを回すと前だけね、そのそこそこそこ
ちょっと光がなくなったか。なくなったね。おう、一番なくなるの一周回してみたのかな。この上の銀色かな、銀色かな。ずーっと回してみたのかな。シューシューシュー、暗くなってきたね。そこ持ってましたあったんで、それな、そこの角っこやな、先端のな、この角っこ持ってますのな。よっしゃ、ネジ締まる方とネジ緩む方とあるから、それは気をつけて、締まりすぎたら取れるだけ足れへんやろ。フィルターで今マイナス 0.7。 おこれはでも動画やから、うん、A モードにして、 A モードにして、いいよ、頭はしてプラマイゼロにして、はい、それで追ってるはずや、その CPL フィルターはね、ゼロ、今ゼロやったら明るくなったよ、うん、まず一回反応してみ、ピピってで、シャッタースピード変わるかな、シャッタースピード変わるし、 F は自分でしないといけない、うん、明るくなるよ、それはそこの液晶明るくしてるからね、普通より、眩しいぐらいにしたのかな、ね、ちょっと一回そのゼロで撮っとかないと、ゼロのイメージを撮っとかないとあかんから、撮っといたらいい、ゼロはピピピピってやる。ガンガンガン、それで あれやな、ヒストグラム出して飛んでないかちょっとチェックしといた方がいいよね。下手や白、白よりやけど飛んではないって言ってるね、クロームな。はい、色合い見て、これは、CPL? ん CPL、 今はミニマムやからな、こっちから行くと、うん、はいはい、うん、マイナス、じゃあもうついでにテストよ、残り2枚取ったやん、うん、この外側押さえといて、この銀色だけをずっと動かして、半分ぐらい、うん、外から動かしたらあかんで、半分ぐらい、おお行き過ぎた、まあ、その3やな、よしゃよしゃ、それで半押しして、まずチェックしてからゼロにして、最初ゼロで3つ前か、はいはい、ゼロで F5 でいいの、それはいいの、うん、まあ、それは勝手に F は、あ、F5 でいいな、5は、はいはい、 F5 でゼロに合わせて、白飛びがもうちょっと下がったか、下がってないか、下がったな、うん、ちょっとだけ下がったな、前の隙間できたな、もっと下げてみちゃうか、もう一目盛り、いやいや、もっと全部全部、うん、うん、山が高くなったかな、あー、そっか、うん、そのままでやってみたな、うん、飛んではないけど明るい目、ちょっとちょっとだけ下げたら、さっき3分の 0.3 下げたんやったら、オペ半分にして 0.3 下げたら、そのあのデータで残るからな、あとは分かるわ、じゃじゃじゃ、こっちじゃない、こっちじゃなくてこっち、マイナス3、うん、うん、ISO 200ぐらい上げてもええんかもしれんな、これはマニュアル、マニュアルで、ISO はここやね、200、うん、200なってる、うん、あ、ほんならそれでいいやんか、はいはい、ISO は、うん、200やね、 A、 それ A、 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 うん、さっきからずっと A、 あ、なるほど、だから絞りと絞りとこのプラス露光のやつが変えれる、うん、これね、はい、これ狭いのね、60だったよ、これはあのシャッタースピードはあの勝手にやってくれんね、はいはいはい、OK、 そうやね覚えた覚えた、お前覚えた、やっと覚えた、はいはい、んであとは前回した、もう回してるもんな、うん、あと一番きついのにしたら、これきつい、濃いやつ、濃いやつ、このちょっと曇りで濃いやつ、何秒になった、あのシャッタースピード、10、
今日は HDR をこれとを練習して、その時に携帯連携もしてみて、うん、であとはフィルターの CPL フィルターフィルターの濃いやつやな、うん、濃い2からミニマムからマックスまで、おー、はいはい、試しに撮ってみました。いいとこやね、ここな。向こう、いっぺん向こう向けて右光っても見えへんやろ、ここからやったら。そのレンズでは光って回してみたいな、そしたら CPL ね。 CPL？うん、こっちじゃなくて、それ一番緩くしてね、はい、これ回してみたらいけるよ。それ調整してほんならやってみたら、これは、今ビルに合わせてみてて、うん、ビル、これで映らへんか、映ってるか、ちっちゃく映ってるわ、うん、はいはい、F5-7 のまま、お F10 ぐらいにしといたら18、せっかく3曲あると8でもちょっと困ってるけどな。F10 にしたらちょっと黒が多くなるかな。そうやな。8。はい。5か。ここで向こうもできるのか。はいはい。出た。ここでマイナス7で。はい。やってみました。はい。ああ、ちょっとカメラになってきました。昼から雨やね。雨やね。うん、ちょうどいいわ。エキスコン。フィルターのを使うのが光が消えたようなのが分かりましたね。では帰りましょう。